ね、これさ、本田くんのやってるこれって、シャイニングワンのポーズだったりしたら嬉しいですよね。文化系トーク YouTube グランパンパースです。ランくんの主演の舞台ですけど、こちらの神戸公演の方ですね、ディレイ配信という形で、後日配信があるっていう形でしばらく前に案内がありましたが、こちらがですね、配信チケットが22日から発売開始っていう形になりました。で、特設ページを設けましたという形で公式の方からもご案内がありましたので、そして配信サービスは、CN ストリーミングとミクチャーの2つです。配信内容は全く同じですので、お好きな方をお選びくださいという形で書いてあります。じゃあね、早速特設ページの方に今ちょうど行ってみようと思います。リアルタイムでやっております。舞台シングルディレイ配信という形で今 PC で見ておりますけれども、PC とスマートフォンともに配信は見ることができますということですね。で、配信チケットは3500円にプラスして手数料250円ということで3750円ということですね。で、ミクチャで見る場合は、Google プレイあるいは Apple Store の方からミクチャのアプリをダウンロードインストールする必要がありますということですね。で、推奨環境とかも書いてありますが、こちらの方が CN ライブストリーミングの方ですと、動作チェックっていう形の視聴確認用映像っていう形で動物とかが映っている映像に音声が合わさっているので、そちらで音と映像がちゃんと流れるかどうかっていうのを確認して、それで視聴ができるかっていう形で、それで OK だったら配信チケットを買って見るっていう形が良いのかなというふうに思います。それからね、Wi-Fi の環境で視聴することを推奨いたしますと書いてますね。これはスマホとか iPhone で見る場合ですね。はい、そういうことになりますということで、はい、神戸公演ね、私も行けなかったですから、テコエ、ユーセイ君ね、ニジプ2の彼も出るということもありますし、もともと東京の公演の方もね、私は配信の方で見させていただきましたけれども、そんな感じなようなので、ぜひ皆さん、ランくんの舞台ね、神戸公演、ぜひぜひ見てあげてください。私も見る予定です。はい、あと実は昨晩ですけども、ツイッタートレンド大賞2021っていう番組がツイッターの方でライブストリーミング配信でやっておりまして、私ずっと見てたんですけど、3時間以上あったんだなって今更思いましたね。なんで見てたのかって言いますと、スカイハイさんがいわゆるゲストタレントとして出るっていうのがあったので、出たのはちなみに後半の方ですので、前半の方にはいませんでした。ちなみに前半の方はね、JO1 の白岩瑠姫くんと、それから川西匠くんが出ていたりとかしましたし、後半の方のスカイハイさんのところにはオーブのですね、本田康介くんと浦野修太くんがいました。なんかこう、日プワンをね、見ていた人間として、と見ていたっていうか遠いでしたけどもね、見た人間としては非常に懐かしいなっていうのもありましたし、オーブのね、4人とスカイハイさんはどうやら1年前に共演をしたことがあったらしいですね。はい、そういう形で、なんというか、日プの方のね、人たちと絡んでいるっていうのが非常にありがたいっていうのと、あとあれですね、今画像映っているかなって思うんですけど、真ん中がスカイハイ社長で、左側が本田くんで、右側が浦野くんですけど、年齢がみんな同じぐらいかなって思う。みんなかっこいいしね、スカイハイ社長相変わらず若えなって思ったりするんだけれども、ね、これさ、本田くんのやってるこれって、シャイニングワンのポーズだったりしたら嬉しいですよね。なんかそうなんじゃないかなって思ったりするし、この映り方としてね、このポージングっていうのは何か意味がないとね、このポーズってやらないんじゃないかなっていうふうに思ったりもするのでね。アースの自分としてはね、オーブのところにオルビットの誰かがいてくれればって思うこともあるけど、現実的には難しいんだろうなっていう気もしているし、オーブね、すごい頑張っていますし、なかなか動画で取り上げるっていうことはできませんけれども、前ちょっとね、あったんですけどね、オーブ取り上げてくださいっていう形で、ただオルビットをやっぱり応援したいっていうのがその時あって、なかなかそうもいかず、ただやっぱスカイハイ社長とこうやって映ってくれるとね、なんかすごい信頼してくれている感もね、佇まいから出ていましたし、ちなみにこの番組ですけど、ツイッタートレンド大賞でツイッターの方で打つとアーカイブが出ると思います。
いつまでこの番組がねあるのかちょっと分かんないんですけど、あのアーカイブがあるのか、多分この動画撮ってる段階だと今ちょうどあのねミュートでツイッタートレンド大賞の映像が流れて、ちょうど田村敦さん映ってるんで今だったら見れると思います。まあ3時間以上の番組なので、そもそものツイッタートレンドとかに興味のある方は全部見ていただいてもいいし、芸能人とかあの有名人もたくさん出ますし、そういうのも楽しいし、 JO1 も出るし、オーブも出るしっていうところもあるしね、うん、まあいろいろあります。あのガーマルチョバさんたちのあのパントマイムショーとかも普通にすげえなーって思ったし、そう、まあいろいろあったんですが、番組としてもあの普通に楽しかったので、あの飛ばしながらでもいいし全部見てもいいしで、もしね余裕ある方ぜひ見てください。こちらの方ね、あのぜひ感想も教えていただければっていうふうに思います。で、まああのいわゆるテレビマンというかね、まあ、テレビ業界の人も出てたわけですよ。で、まあ、テレビ自体も要するに変わっていかなきゃいけないっていう考え方も述べていて、まあテレビ業界もそういう考え方する人もいるなっていうことも分かりました。まあツイッタートレンド大賞っていう SNS の方にね来る感じの人だから、そういう考え方の人なんだろうし、全員がそういう考え方じゃないのかもしれませんけど、ただ変えなきゃいけないなって思っている人は日本に多いだろうし、まあそのスカイハイさんもそうだしね、まあ結局のところ、あ、言ってみればボーイズグループで、まあスカイハイさんがっていうわけじゃないけど、スカイハイさんのね、あの育てている BE:FIRST と、まあ、オーブに関しては日舞1で、例えば昔の感覚で言ったらライバル同士だし、まあ JO1 もそうだけど、ライバル同士だし、一緒の番組に出るっていうのをあまりあのやらないと思うんですよね。ただ時代も変わってきたし、まあ、あと K-POP の話になったりすると、キングダムとかクイーンダムっていう番組があったりして、違う事務所の人たちが一緒に出てお互いへのリスペクトとかを語り合った上で、まあでもライブでその勝負するっていう、そういうねバトルロイヤル形式的なやつをやっているわけですよ。バトルロイヤルじゃないけど、まあ言ってみればパフォーマンス勝負っていうのをやってるわけですよ。まあ、日本でいうとフリースタイルダンジョン的なラップバトルの勝負がありましたが、そういう感じなのかなっていう気がします。それを K-POP ではアイドルグループでやっているっていうね、今度なんかクイーンダムっていうのを新しくまたやるっていうのをあのサナプ TV で見ましたけれどもね、まあそちらの方は、まあ、動画にするかどうかっていうのは分かりませんが、楽しみに見ることができるんじゃないかなってちょっと思ったりしますね。うん、まあそれはまた別の話なんだけど、はい、というわけで、ランくんの神戸公演が22日からあのチケットの販売が発売が開始されるっていうことなので、で、あの一度見た後もしばらくはストリーミングで、まあ、まあ期間はあると思いますけど、おそらく1週間とか10日ぐらいかな、アーカイブもあのそのまままた見れるっていうことなので、ね、あの神戸公演行かれた方もそうだし、まあ、私も含めて行けなかった方もね、あのランくんの神戸の公演見ることできますよ。で、まあね、日舞の話もしたから、テコエ雄星くんもいるしね、安藤優くんもいるんで、日舞1でいうとね、ブームトリガーでね。ね、なんかあの結構やっぱ思ったよりも BMSG 関連の人たちと日舞とかね、そっち関連の人たち、吉本さんも含めだけど、結構一緒に仕事するのって可能ですよね。うん、その辺もやっぱり変わってるんだろうなっていう、だんだんね、そんなこと思ったりはしますよ。まあ、いろんな意見持つ人がいると思うんですけど、まあ希望的観測を持って暮らしていきたいなっていうのが私の考え方ですので、はい、まあ清流濁流合わせ飲む的な、そういう感じ方もありますけども、うん、いずれにしてもどんどん変わっていけばいいなと思っております。はいはい、まあ概要欄の方にね、ツイッタートレンド大賞の話と、あ、まあハッシュタグを貼っとこうかな、そっちに関しては。あとあのランくんの方の舞台のね、特設ページあったんで、そちらの方リンクに貼っておきます。はいはい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、グランパンパースでした。